おはようございます。こんばんは、タンチュンです。本日も楽しくダークエタクトやっていこうかななんて思っております。本日の内容は PVP メダル交換優先度についてお話ししていきたいと思います。よろしければぜひチャンネル登録、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。では初めに3つほど大事な押さえておくべき点ですね。こちら簡単にご説明します。今行われている PVP に関してはレジェンドリーグ第1節という形になっておりまして、第1節はシーズンが3つに分かれております。シーズン1ドラゴン杯、そしてシーズン2、3と1シーズン4フェーズなので3シーズン12フェーズでメダルを集めることになります。簡単に言うと3ヶ月で今回の1節メダルを集めてくださいねということですね。1ヶ月で集めるものではないので3ヶ月頑張って集めましょう。では2つ目注意点ですね。ドラクエタクトの交換所に関してはたくさんあるんですけれども、焦って交換すると失敗することがあるので、期限を確認して必要な時に必要なものを取りましょう。例えばこちらの小さなメダルとかだったら集めた分どんどん獲得していったらいいんですが、期間限定交換所、こちらに関しては33日とか9日とか期日が書いてあります。ここはこまめにちょっとチェックしていった方がいいかなと思います。そしてこちらのスペシャル交換所に関しては、このね、便利アイテムっていうところ無償ジェムで交換することができるんですけども、まあ、唯一無課金の方でも交換した方がいいかなっていうのはこちらの開花の枝虹ですね。こちら1本40個で20本まで1週間に1回交換できます。なので800ジェムかける4週間かければ80本、3200ジェムで獲得することができまして、まあ、ピックアップの1凸よりも貫凸、常設、フル開花した才能開花キャラの方が使える場面が多いです。ちょっとね、戦力強化したいなっていう方はこれ買うのおすすめです。では3つ目、特技秘伝書習得の考え方。持ち物の真ん中秘伝書、これたくさんねあるんですけれども、英雄以外の全キャラに3つまで習得することができます。そして貴重なアイテムなので慎重に使ってください。そしてドラクエタクトは自分だけのオリジナルキャラを作れる、そのキャラを指揮して遊べますよというゲームになってますので、まあ、補助しか使えないセラフィーにメラゾーマをつけるとか、自分が好きなキャラにこんな特技を使わせたい、そういう遊び方もできます。そこはキャラ愛で自由にやったらいいかなと思います。そして使うタイミングとしては攻略やギルド大会、 PVP なので行き詰まった時に必要に応じてつけると後悔は少なくなります。ただ取り外しがねできないので、悩んだらステイ、もしくは使ってる人に実際に相談してみる、そんな使い方がいいかなと思います。では実際に交換優先度のお話ししていきましょう。こちら交換所のレジェンドリーグ第1節ですね、はい、現在私はもう奇跡の剣取りまして1万枚までまた貯めてきました。では順番に第1位からいきましょう。間違いなくこちらですね、奇跡の剣、貴重な S ランク装備となっております。1万枚で交換できて、初めは素材が99個になってるかな、現最大 HP 盛りが可能な剣となっておりますので最大300ぐらい盛れます。まあ、なかなか錬金3つ揃わないので270ぐらい出たら妥協しましょう。詳しくは別の動画でおすすめ錬金動画作っております。それでは第2位、はい、ちょっと悩んだんですが私的にこちらかなと思います。一応2周年記念メダルでももう1個もらえます。なのでなおさらここで1個取ることによって使いやすくなるかなと思いました。そして現在配布でね、 S ランクラーミアが貫凸まで集めることができまして、こちら焼けつく息つけてください。これはね後悔ないと思います。めちゃくちゃ強いです。現在私のラーミアに関しては覚醒プラス10まで集めたんですけども、私の素早さもりもり装備で素早さバフなしで710という素早さになっております。これはマスターランクも入ってますね。バフなしで装備だけで710を超えるキャラはいないですし、移動も4です。さらにサクション、天雷球、不死鳥の息吹も合わせて使えると考えると、こちら焼けつく息はめちゃくちゃおすすめです。かなり強いです。ギルド大会とか闘技場でも十分使えますので、悩んでる方はやってみてもいいかなと思います。では3位いきましょう。こちらですね、甘い息、こちらも強化するとプラス10までいったら高確率 60% まで確率上がります。甘い息はですね、ラリフォーと違いまして対応策がありません。しかも3マス同時にかけられて 60% は強すぎます。状態異常の中で眠りは最強です。そして甘い息は
滅多に手に入らない代物となっておりますので、初期からねやってる私でも淡い木今まで1個しか手に入れてないんじゃないかな。それももう使っちゃったので持ってないですし、これ大事です。これずっと欲しかったです。なので一旦ステイしてください。今後ね強い配布キャラとか特別なキャラにつけるのがいいかなと思います。まあ悪魔の実でいうネムネムの実みたいな、それぐらい貴重ですかね。ちょっとよくわからんけど。続いて4位、こちらメダパニですね。これも貴重な特技で、今まで1個しか手に入らなかったかな。プラス10で 60% まで確率上がりますので、かなり優秀な特技となっております。5位はこちらラリホーですね。こちらも状態異常。ラリホーに関しては2、3枚集めれるかなと思いますので、闘技場関係のレギュラーキャラにつけてあげるのがいいかなと思います。私はジュリアンテに最近つけましたね。そして6位からなんですが、こちらね A ランク特技っていうのが一応あるんですけども、1個交換するのに5000枚かかります。で、交換したところですぐつけるかって言われたらつけれないです。私には無理なので、つけないんだったら後で取っても一緒なので優先度は下がります。なのでこっからの順位に関しては、つける可能性が高いやつから順番に選んでってもいいかなと思います。まあ、交換ねあと80日ありますので焦って取る必要ないです。6位こちらキアラル、仲間一体の混乱を直す。これめっちゃいいですね。マデサゴーラとか未だにめちゃくちゃ強いので、身代わりキャラを混乱解除できたらかなりいいなと思います。そして7位はキアラルかな。はい、麻痺も直せます。はい、ラーミアにね焼けつく息されたらキアリクで直しましょう。マームとかねレジェンドホーン連れていくのもちょっと難しいんでね。そして8位はフールかな。これ初実装の秘伝書です。まあ、使うところめちゃくちゃ多いかって言われたら少ないんですけども、まあ、貴重な特技かなと思います。取っておきましょう。そして私2周年キャラ、今でもレギュラーで使ってるやっぱり強い魔剣士ピサロにこちら鉄壁の守りつけてます。なので9位鉄壁の守りとしておきましょう。身代わり系のキャラとかにもつけるのいいです。こちら呪文耐性も守備力と一緒に上げれるっていうところがかなり優秀な特技となっております。まあ、最低でも取り切りたいところに関してはここまでかな。まあ、できれば10位11位はスカラプラスヘナトス、この辺まで取れればまあまあ十分かなと思います。ここまでが一応2万枚です。それでもメダルがまだ余裕があるよっていう方はこちらグレンザン取っていきましょう。その次にメラゾーマ、そして灼熱、まあ、ワンチャン使えるかなっていうところで火炎竜、この4つで2万枚です。なのでここまで取って4万枚となります。さらに余裕があればこちらベホイミと瞑想、この辺取ってもいいかな。さらに余裕があればマヌーサ、キアリー、毒の息、この辺も回収してみてください。そしてここまでを全部交換すると4万9000枚、約5万枚です。えぐいですね。で、これ以降はほとんど取る必要がないかなと思います。 B 特技書7つで1個3000枚、全部で2万1000枚、これいらないです。取らなくていいです。ランキングトップ勢ぐらいしか多分取らないと思います。ほとんど使うところないです。そしてゴールドがねあるんですけども、これめっちゃレート高いですね。500枚で1000ゴールド、これ高すぎますので、全部交換したら2万5000かな。これはもう取らなくて大丈夫です。そして剣の錬金石 S、 これもねめちゃくちゃレート高いです。全部交換したら1万5000枚、無理ですね。だったらこの4万9000枚まで交換できた後に奇跡の剣、まだ錬金がね完成してない方はこちらを取っていただいて HP 盛りの剣を完成させた方が実用的に強くなるかなと思います。はい、ここまでのレジェンドリーグ第1節メダル交換所を全部合計すると約11万メダルという形になります。ただこちらの昇格報酬っていうのがありまして、ブロンズから順番に上がっていくとダイヤ1まで上がれば4900枚もらえます。オリハルコン1まで上がれば7900枚、マスター1まで上がれば11400枚もらえます。ただここまで行っても全部取り切るには約10万枚必要と、なので1日約1000枚必要になりますので、それはちょっと現実的じゃないかなと、厳しいかなと思います。1日20章ですからね。なのでさっき言ったですね5万枚ぐらいまでの報酬を順に取っていただいて、可能な限り狙っていくという程度でいいかな。まあ、ペース配分的には1日5章ぐらいできたらいいかなという感じでしょうか。ただねこちら個人大会でも1日参戦するだけでも大変ですし、現在ギルド大会もあるし、他のコンテンツもある、集会もある、なかなかね厳しいと思いますので、楽しめる範囲で自分なりのペースを決めて長く楽しんでいけるようにしましょう。ということでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それでは。